で手塗りにしてもらって、それは素晴らしいですよね。でしつけのことをちょっとだけ話していいですか。はい、しつけの基本、はい、これがでやれるととっても飼いやすくなるから、うん、要は手で食べさせてあげる、うん、ハンドフィーディング、はい、主食をね、だからペレットとかシードをね、うん、これはご食事じゃないからほんの少しです、ご褒美みたいな、うん、で手で食べたらとにかく言葉で褒めて触ってあげる、うん、これがしつけの基本です、はい、でこれができたら、うん、3つやってほしいことがあって、名前がついてるじゃないですか、はい、手に乗せといてピーちゃんって名前を呼んで、うん、アイコンタクト、はい、目と目を合わせる、はい、で目と目があった瞬間に食べさせて褒める、うん、だからこれが、まあ、強化になるわけですね、うん、してほしいことができたら、はい、2番目はおいでーって呼んで、うん、来たら食べさせてもらう、うん、3番目クレードトレイン、まだこの子そんな飛ばないんだったらけど、そのうち羽が伸びてきたらまた飛んじゃいますよね、うん、で包丁もしたいじゃないですか、その時にハウスって言って、ハウスができると包丁しやすいんですよ、うん、でそこでハウスを教えるで教え方はここまでできればできます、はい、ここの2番まで、はい、これがハウスだとしますよね、まあ、扉がこうあるとして、うん、あといけないけどおいでって来たらこう食べさせて褒めます、うん、そしたらこの子が見てる前でちっちゃな器に食べ物を入れて少しだけ、うん、でハウスの入り口の近くに行く、でここで 2,3 秒待たせる、うんうん、2,3 秒待たせて入って食べたい気分が高まったところでハウスをついて食べられる、うん、そうすると入って食べるかどっか行っちゃうか、うん、どっか行っちゃったらもう一回この2番おいでからやり直し、もし入って食べたらそれをしてほしい行動なわけなんで、うん、したら強化です、すぐこう手で食べさせて褒めたい、うん、これがクレートトレーニングです、うん、でそこができたら今度は食人地を真ん中辺ハウス、うん、奥の辺に置いてハウス、何にもなしでハウスと、そうやってあのハウスを教えてあげるんですね、うん、でこれ毎日やるとダメです間が空いちゃうと忘れちゃうんで、うんうんうん、この子帰りたくなると同じところへ行くんですよ。帰りたくなる。でそこ、あ、外で、ね、自分の、そうするとそこ行くと手出すとシュッと帰るんですよ。ああ、なるほどね。それとあとね羽ね、うん、もし今度切りたい時があったらちょっと相談してください。うん、実演しますんで。こんな風に羽があるじゃないですか、はい、今ここでカットしたんですよね、うんうん、じゃなくて上の2枚と下の2枚を残しといてここで切る、うん、そうすると羽閉じた時に切ったように見えない、うん、だけど要はとあの羽を切るってことは上に上がっていかないのに、うんま、こう平行から下に行く、はい、そういう感じですね、そう、その方があの手伸びにしやすいんでね、うん、でまああの左と右側を、まあ、残すのは2枚ずつ、うん、上2枚下2枚ぐらい残しておくと割と食べないかなと思うんですけど、まあ別になんかこの子喋る今緊張しとるで、ね、どこでも喋らない、うん、ピーちゃんなんかさえずりじゃないような音を出してた、今もう違うところに来たから緊張してるんですね、車に乗っただけで緊張しとるね。あとこれはサンプルなんでね、はい、あのペレットフードとそれからパウダー、これ、はい、パウダーは要はこれ粉ですね、はい、ピーちゃんピーちゃん、だからこれは皮付きなんかに振りかけて皮付き食べると一緒に食べれるからっていうのを出してますよね、はい、じゃあちょっと皮付きを、うん、皮付きも少しで、あとボレーコンも、うん、もう買ったんですよね、買いました、でボレーコンでボレーコンもね、あともう一個ボレーコンのことで、綺麗な色のボレーコンはあんまり良くないですからね、なんか白いの買いました、そうそう白い方がいい、うん、白い青いとかさ、なんかありました、緑とかね、なんかクロレラなんとかいうみたいな、うん、そういうのじゃない方がいいですね、はい、ここまでのところで何か質問あります？わあ、すごいわかります、これ大丈夫です、大丈夫でした、はいはい、じゃあね、これめんどくさいんだけど、これが検査の代わりです、はい、健康チェックで、ね、はい、これをちょっとつけてください、はい、でもし大丈夫だったらノート作ってさ、うんうん、自分でそう、うんちと体重、はい、環境温度、うん、それからなんかさえずりのこと、うんうん、をちょっと書いてもらうといいですね、はい、まあ、とりあえずはこれに記入してもらっていいですからね、うん、分かりました、はい、じゃあ止めます。